海外案件を中心にやっています。具体的に言いますと M&A 海外の企業を買収したりとか、あと事業に参加しますっていう、まあ、M&A の事業の、をやっていたり、あとはまあ海外で起こるその紛争だったりとか債権回収ですね、まあ、これの交渉、例えば仲裁案件があれば、まあ、それのまあドラフティングを法律事務所と共同して作成したりとか、あとはまあ簡単に言うとお金を払ってくれない客先が行った時に、まあ、必要に応じて現地に営業部員とまあ、赴いて、でそれでまあお金を払ってくれと、払えないならいつどういうふうに払えるんだと、それで必要に応じて担保や保証のことを検討して、でその場でまあそれこそまあサインをもらえてきたりとかですね、であとはもうすぐに入金を交渉したりとかですね、まあ、そういったことを主にやっております。今はやはり非常に変化の激しい時代、大きな時代だというふうに思ってます。でこれはまあいいことではあるんですけれども、もちろんまあ負の面といいますか、どちらもあると思うんですね。その今までやってきたやり方が通用しなくなって新しいことをやらなければいけないっていうのは、まあ、いいことなんですけれども、まあ、悪い面というかその負担みたいなところもあると思うんですね。なので、まあ、それをもってこうチャレンジをやめてしまうっていうことってよくあると思うんですけれども、そういうことをしていると多分こういう時代にまあ取り残されてしまうといいますか、変化に対応できなくなってしまうことになると思うんですね。法律業界もそれは全く同じで、まあ、例えば最近で言いますと、まあ、それこそ DX であったりとか、まあ、AI っていうのの波はですね、法律業界にもかなり押し寄せております。でこれもそれこそリーガルテックはまだその現場最先端でもう十分活用できるっていうレベルには、少なくともそのまあ、訴訟とかそういうものを除いてですね、フォレンジックというのものを除けばまだそこまでには来てないなと思うものの、まあ、数年経てば間違いなくその法律業界のインフラにはなってるなというふうに思います。ですので、まあ、これを、まあ、何かよくわからないからといって毛嫌いするのではなく、まあ、むしろそれをこう自分に積極的に取り込んでいく、そういうことができないとこれからの時代にまあ対応できない、乗り遅れてしまうなというふうに思いますので、まあ、そういうところは常にこうまあ、面倒くさがらずにというか、まあ、アップデートを常にしていけるような人間にはなりたいなというふうに思ってます。と法律業界はですね、一言で言うとものすごい面白い業界だと思っています。もう何が面白いかっていろいろあるとは思うんですけれども、私のようにその企業の中で法務部で働いているっていうそういう身分でもですね、すごいその法律の知識っていうのは高度なものが要求されますし、まあ、ものすごい専門性を持って、まあ、仕事をやっていると思います。それで私の場合はですね、そこからさらにその、まあ、知識だったりとか経験、まあ、専門性を使って、まあ、その最先端の、まあ、現場交渉の現場に赴いたりだとか、あとは、まあ、海外の法律事務所であったりの、本当にもう高名な先生方、弁護士と、まあ、共同して非常に高いレベルで仕事をしたりとかっていうことができています。ですので、まあ、その専門性を生かして自分のそれを専門性を武器として働きたいというような私のもともとあった願いっていうのが、まあ、実にこれは実現されてるなというふうに思っています。それでですね、まあ、それがなぜ今そういうことができているかって言いますと、間違いなくそのロースクール時代にですね、まあ、勉強をまあ一生懸命して、で、まあ、辛い時とか大変な時期、まあ、がほとんどだったんですけれども、まあ、それを乗り越えて、まあ、不安なこともありましたけれども、そういうのも全部乗り越えて頑張った、一生懸命やったからこそ今があるのかなと、そういうふうに思っています。ですので今の学生受験生の皆さんもそういったところをまあ、いつか必ずこれが報われる時があるというようなことを信じてですね、ひたすらに今自分がやるべきところを邁進するといいますか、そこをひたすらにこう突き詰めていくということが今一番やるべきこと、やってほしいことだなというふうに思っています。応援しています。